マリオン軍はアメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つである。はじめはウィラメット川沿いの集会地シャンプーイにちなんだシャンプイックディストリクトという名称であった。1849年9月3日、オレゴン準州議会はアメリカ独立戦争における大陸軍の召喚フランシス・マリオンを称えてマリオン軍に解消した。 2000年の時点における人口は284,834人であった。郡庁所在地はセーラムである。セーラム大都市統計圏の一部を形成している。マリオン郡は1843年7月5日、オレゴン巡州の最初の4地域の中の一つとして、トゥアリティ地域、クラカマス地域、ヤムヒル地域と同時に成立した。 これら4地域は1845年に軍として策定された。成立当初、マリオン軍の軍域は、南はカリフォルニア州との宗教、東はロッキー山脈にまで及んでいた。ワスコ軍、リン軍、ポーク軍などが成立すると、マリオン軍の面積は大きく減少する。マリオン軍の現在の境界線は1856年に完成した。1849年。 セーラムが軍庁所在地に指定された。1852年にはオレゴン準州州都がオレゴン市地からセーラムに移転する。州都の所在地については論争を呼んだが、1864年にセーラムの州都としての地位が追認されたことで鎮静化した。マリオン軍の主要産業は農業、食品加工業、林業、製造業、教育である。 特に農産物の生産量では、オレゴン州の中でもトップを誇る。マリオン郡にある果樹園の面積は43、経平方メートルである。ウィラメット大学イートンホールウィラメット大学、交番カレッジ、チェメケタコミュニティカレッジがある。アメリカ合衆国国政調査局によれば、マリオン郡の総面積は3093、経平方メートルで、その中の3066キロ平方メートルが、 陸地2 6トルが水面であった。マリオン群長者以下は2000年の国勢調査による人口統計データである人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。